はい、かそうしよ。てください。このじ頃ゃは比較昼的間に多始まっ分た見てるら、人は、キャゲーンムセル見してるて人は、楽こしのみ頃まは比しょ較的穏やかよ。あとなんだろう、感染からのギフトへのありがとうは OK ですが、あんまり激しくありがとうまあ、はパ地ワー方入りにす精ぎ査るし人てのくれ場ればよ合、かっありたがとうなありっがていうとうた感くじさでんね、言わ今ないのでも言っくただけど、さってい。ぐらいのもんだいつろ。もそのぐらいですいかつもね。知ってたら、あんなもんじゃないからね。はい。じゃあ楽しく要いきは、まだっしょう。て、よあろしれくおは願しいゃしあないまから、す。だって。レーザー、ね、2分1ミスっただけだから、別に。俺もミスをする役し。職をおだ選からびあくれ以だ上さもうい。言うことできないし。選択しない場合、うん。でき余たらっこってちいるの役方向職性してがほしかったランなっダムていでう。振り分けられます。今日、論理あ的なたな、の役な職はぜこっちが狼かって人いう狼ことです。についてだけはのの、俺が述夜べらがれる更けことはま述べしたけどた。ね。人狼に気を、人狼のか、なってください。村でも黒くなる。はい。だって、そっと静かにしてます。誰かと電話してんのかな？はい、なんすか？いますよ。どこにいんの？え？はい？どういうこと？まあいいんだけど、どっちでも。ん？すまん。対面だから見えないの、女将が。昨夜は俺の声誰も死にませんでした。まあ、いい発言ターンに入ります。はい、5番のプレイヤーが発言します。私だったら多分勝てないと思う。よろしくお願いします。いいデスパレードが。やったふりして、早く終わろう。もうやめてくれよ。クロマさんが情報見てるから、俺ネットで見てるからな。いてもうはい、占いでした。頑張ります。6番さんが、仕事してますね。すまあ、自分はね、なんだろう。うまく、なんかね、すごい発言ミスとかあるかもしれないけど、なんか思ったことをバンバン言っていこうかなと。とりあえず、考えるより先にね、思ったことバンバン言っちゃいます。もう計算とかしないから、間違ってることバンバン言うかもしれないけど、そこら辺はもう皆さんの考察にお任せします。もう優秀な人だったら見抜けるだろうと、っていうところをね、信じて、やっていきたいかなっていうふうに思います。残念死にならないように頑張りたいけど、やったふりして負けるってのもね、残念死になっちゃったらごめんなさいっていうところです、ね。っていうところです。絶対ゲームだね。はい、自分の城である6番。カズちゃんだったらもちろんやるけど、優秀な発言、頑張ってお願いします。基本、あなたをラストウルフにするためにも、のプレイヤーが発言します。基本的に。うん。あなたの腕下、はい。おはようございます。そうですね、5番さん、結構印象いいですね。なんかそのガンガン発言していくみたいな。ファッションいいと思いますね。僕の、希望の進行論としては、カリウド以外は全部出てほしいですね。で、村の人たちにはファッションを出してほしいですね。なんでしょう。ファッションっていうのは別に声の大きさとか、その声の雰囲気とかってそういうことじゃないんですけれども。うん。まあ、ファッション考察7、発言考察3ぐらいで、僕は行くんで、今んとこ5番さんのファッションはすごいいいんで、5番さん新っぽいなって思ってますね。まあ、そんな感じですかね、進行論としては。うん。まだちょっと一人しか発言聞けてないんで、なんとも言い難いんですけれども。うん、まあ、話すことないんで、回しちゃいます。7番のプレイヤーが発言します。おはようございます。村人ジュニアです。5番さん占い師の6番白。おそらく6番白やと思う。5番に席点でも6番囲えてないと思う。理由に関してはね、5番が6番に対して白い発言頼むぜみたいな。5番6番で囲えてるときに5番が6番に対してそういう発言いちいちせんと思ってるから、多分囲えてないと。俺情報更新してほしいのと、盤面精査ね。盤面がどういう盤面になってどこが確定しろとか、そう落ち着いてみたらもう絶対わかるから、そういうんでいちいち黒く並んどってほしい。まあ、むずいからね、普通に。あとなんかあるかな、狼がやりそうなこと。まあ、情報更新、視点の更新、盤面精査やっていくわ。まあ、2周目考察する。6番は白で置いてます、現状ね。以上。8番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。しようないですね。まあ、5番さんが2周目だと思ってます。僕は7番さんの印象がすこぶりですね。おそらく7番さんも村でしょう。6番さんも村でしょう。例えば5番さんが狂人、6番さん狼であっても、6番さんに対してそこまで言及することって多分ないと思うので、触れる必要がないからそもそも。だから 5のシーンはわかんないですけど、6、7はおそらく村じゃないかなって思ってますね。はい。
まあそんな感じです。はい。9番さんどうぞ。9番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。5番さんが6番さんに白。で、まあでもね、なんか5番さんの取れ方から、確かになんか、その後の発言のパッション精査さ6番さんが人狼でそのパッション精査7割なんて言わないだろうっていうので、白ね。強人かどうかもわかんないけど、白に置いている。7番さんはなんか、いい精査すんだよな、独特な感じなんだけど、なんか勉強になるなっていう感じ。別にすり寄ってないからね。ただ、あんまそういうのもあるよねっていうところで、8番線目線もう6、7、白っぽく見えてたとしたら、じゃあ、1番さんから4番さんに3人外って思ってるのかなっていうところで、まあ盤面固まって、私は霊能者ね、日曜の時は必ず釣り切っちゃう。1日目は偽物を釣って、2日目は、ね、ってと。1番のプレイヤーが発言します。おはようございます。村人陣営です。そうですね。5番さん、占い師と来て、6、7、8、9と来たんですけど、今のところ、6、7、8、9の精査は、全員グレーですね。なんだろうな。7番さんが、6番さんが白という意見がすごく、まあ、わかるというか、まあ、そういうこと、それもあるなと感じられたので、グレーの中でも7番さんが、村人陣営だったらいいなぐらいに考えてます。今のところ全員グレーです。1周目なんでね、わからないんで、ここからまた、まだね、占い師1人しか出てないんで、後続2、3、4に何かしらの CO があるんで、2周目に頑張りたいと思います。以上です。2番のプレイヤーが発言します。一番さ、薄いですね。どういう風に見てるのとかあったらいいんじゃないもうちょっと。7番さんを、おそら、村だったらいいな、ぐらいで。もうちょっとなんかこう、ないのかな。自分は5番さんが偽かどうかはわからない。父親だからね、今のところ。ただ自分はいつもの発言の中では、言うこと決まってんだけど、5番さんの位置で自分が新占いだったら、まず最初に出ないです。だから結構偽目に見えてしまうんだけど、今一生だからもうそういうこと言わない方がいいかなって思うけど、で、6番さんは、比較的まあ白身じゃないかなって思ったのは7番さんと一緒の意見になっちゃうんだけど、7番さんが取ったのじゃなくて、5が6に言ったからじゃなくて、6番さんが、5番さんをすごい死んで見てるところの発言が、6番さんが白っぽかったなっていうふうに思ってるから、7番さんも白いんだけど、8番さんは6、7、白く見るっていうのは一緒の意見なんだけれども、9番さんが、なんだっけ、8番さんに1から4に。3番のプレイヤーが発言します。はい。よろしくお願いします。眠いな。まあ確かに7番は白いね。一周目。一周目って要素を拾うものだ。単体で要素を拾うものだと思ってるから、7番からは黒要素は拾えなかった。5、6は2周目かな。ただ5、6が全くないっていう要素は全くないと思ってるから、7番の意見が外れてる可能性もあるけど、7番が狼要素であるっていうことはないと思ってます。8番についてですが、よく覚えてない。俺、気になったの9番かな。9番さんって色見えてる交差してるなっていうのが印象だったかな。7番さんの様子を拾うときにおいて、そういう意見もあるんだなって言ってるから、7番さんの、意見が外れてるか合ってるのかっていうのを知ってる人間だと思ってる、9番って。で、後半に3人狼いるっていうことで、7番さんって5の人外持っていたから、9番っていうのは5の真を知ってる人だと思ってます。だから俺一番妖怪要素が高いのは9じゃねえかなと思うけど。この4番のプレイヤーが発言します。はい、そうですね。平和村なんでね。まあ、出ますよ。騎士ですね。まあ、5番さん守りますよ。まあそうですね。まあなのでね、5番さんの意見も参考にしながらね。あと、霊能さんの意見も参考にしながらね、黒いところを探そうと思ってますね。まあ、こういう状況なんでね、5、6と私以外に2狼いるってことですね。狂人も隠れてるかもしれない。ドグマさんが狂人でなければね、怖い展開だなと思ってます。とりあえず、まあ、5番さんがね、メインでね、怪しいと思う人を釣ればいいんじゃないですかね。私はね、まあ、噛まれるだけです。ただ、守ります。以上です。はい。5番のプレイヤーが発言します。
とか、騎士の対抗がいるのであれば、うん、出ていいんじゃないの？出ないの？っていうところで、俺はさ、3番さんの意見飲み込めて、1番さんのさ、まあ、これから3番さんかけるんだけど、1番さんの9番さんに対するツッコミは鋭いなって思ったのよ。うん。結局何が言いたいのっていうところ。9番くせえなって思ったわ。話してる途中で終わるあたりで、臭すぎるっていうところかな。ただ1番さんもすごい鋭い、いいあ3番さんもすごい良かったなっていう視点があって。で、あと、6、7、8がどっかにローがいるのであればね、あれ俺結構白いかなと思ったんだけど、まあ、ブレインは、9、2のどちらか、まあ、どちらかというと9番はさ、人狼であればさ、主導権握りてえタイプなのかなって思っちゃったかな。うん、だから9番くせえなって思ってる。で、それに従う6、7、8のどれかがいる。あ、ごめんなさい、6はないわ。7、8のどれかがいるっていう感じかなっていうふうに思っている。7番、8の8番さんに関しては印象は良かったんだけどな。でも、従うタイプには見えそうかなっていうふうに思っている。9番ついたんかな、今のところは。6番のプレイヤーが発言します。はい、どうも。や、なんか、そうですね。なんもせずに、ちょっと白角になってしまったもんで、まあちょっと、そうですね。頑張る記憶が薄れてしまった。まあパッションで言えば、18が黒なんじゃねえかなって思ってますね。なんか9から、9、7は、あんま黒いパッションを感じなかったんで、まあ18つって、3人占って、って感じで詰めていけば終わるんじゃないですか。まあでも釣り位置は、まあそうですね。終盤に騎士がいるんで、特に心配、なんだっけ、釣り誘導とか心配する必要もないんで任せます。7番のプレイヤーが発言します。考察がおかしかったんが9番。まず、8番っていう人物が5番の陣外持ってる人物やから、9番が8番に対して、じゃあ1番、2番、3番、4番に3陣外おるのって問いかける答えは間違ってる。それで3番の指摘がマット。ただ3番俺が言ったんじゃなくて8番が言ったから。あと1番が、俺結果9番、1番の欄でいいと思ってんの。8番に関しては6番、7番を白く見てて、狼やったらね、結構平和村決め込ますんだったらきついと思うよ、普通にね。で、2番さんっていうのは5番が進格してるにもかかわらず5番に対して喧嘩売ってる人物やから、2番ってあって、まあ安易やけどね、ちょっと安易やけど、2番は今日はつらんでいい位置やと思う。2番が狼やったら5番の占い吸いに来てる構図になりかねんから、5番は叩きにくいんじゃないかなと思うよ。1.3 番の9番への叩きがクリティカルやと思ってるから3番が白いと思ってて2番3番狼だった場合は2番が5番に叩きに行く構図はわかるけど3番が結局白いし2番3番狼に見えんから2番も狼筆頭位置ではないかなって思う。だからまあ結論9番1番行きたいけどこれ言っていいかな。これ霊能出てほしいんやけどね。普通に霊能ないこと使っちゃうけど多分出た方がいいと思うよまあまあ、噛まれたくないんでしょうね。まあいいですわ。9番1番の欄でいきますわ。9番1番の発言、まあ8番2番の発言も聞くけど、9番1番の欄でいきたいかな。8番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。そうですね。9番さんに関しては、僕は5番の偽も追っているから、まあそこは割愛します。7番さんに関しては、飲めるところと飲めないところがあって、2番さんっていうのは確かに占い水来てるけど、2番さんって1周目のあの時点で、5が偽っぽいって言って、いや、これで平安村だったら、なんか、嫌だなみたいな保険かけてるから、別に、あの時点で5が進格してるわけではないから、そこはちょっと7番さんずれてるかなとは思いましたけど。はい。まあ、まだ聞かないとわかんないですよ。一周目の時点で引っかかったのはそこかな。一番さんと三番さんに関しては、あんまわかんないけど、三番さんっていうのは、あの時点で九番さんをきっとツリー位置に上げているから。まあどうだろうね。体軸とは思えるけど、3と9はね。ここで多分狼狼ってのはない。ムラムラってのは多分ないと思うから。そんな感じですね。まあ、どっちか狂人っていう場合は、またそれは別の話になってしまうんですけど。まあ、そんな感じです。現状9とは言うけど、
別にそこまでの釣れる様子を拾えてないから、まあ多分変わるとは思ってますね。はい、そんな感じです。さよなら。9番のプレイヤーが発言します。ごめん、1周目8番さんは6、7が白いって言っただけで、そんな6番さんに白を出した別にこのことを人外かもって言ったのね。じゃあ私がなんか雰囲気で話しちゃったわっていうところで、うん、そうだな。じゃあ7番さんがさ、まあ今とりあえず4、5、6だけ白隠してて、で、ね、7番さんが、まあ2は本日の釣り位置じゃない。3は急に的確のことを言ってる。まあ私のね、把握漏れ、ずさんな、あれ、精査をしたからあれなんだけど、じゃあ7番さんが91を釣りたいのは、91ローロー、もしくは91が、今日、ローだと思って釣りたいのか、とりあえず何、何ちょっとまあ、1番さんもね、発言そんな、べってなってたわけじゃないから、まあ、91だったら村釣れんだろうっていうことで釣ろうとしてんのかなっていうちょっと印象があってね、1周目とちょっとガラッと変わっちゃったんだよな。でも、どうしても91で行きたいなら、なんか柱になっちゃったら私寝ちゃいそうだから柱にはなりたくなくて、そしたら1番さんに行くしかないけど、まあ、3番さんが私に言ったのはね、的確なんだろうね。私もちょっとあの把握漏れっていうかずさんな発言の仕方しちゃったからってとこ、1番さん、まあ、1番さんちょっと次発言聞きたいな。まあ私確かに結構ツッコミどころ満載な人間なのよってとこだから。で、なんだっけ、そう、5番さん主導権握りたいって何、ちょっと今思い出したわ。真の占いしたけどさ、何指導権って、何の指導権、私は散歩、牛を歩くただの村だよってとこなんだけど、1かな、2はどうなんだろう。1番のプレイヤーが発言します。そうですね、9番さんが言ってた7番さんが、91って言った時に7番さんは何を持って91にしたんだろうっていうところで、ちょっと思ったのは、まあ、ただ単にグレーだからじゃないんですかねと思いました。それだけじゃないかな。グレーは91ってことなんじゃないかな。別に理由ないんじゃないかな。理由はあるのかもしれないけど、7番さん喋るから。そうですね、そこが引っかかったな。で、6番さんの言うパッションで言うと、9番さんすごいパッションあって、村人かなって思うんですけど、いや、あんまり定まらないのが俺の子悪いところだな。でも、9番さん以外に、人狼と思える人が、今の中では、難しいので、今日は9番さんに行きます。まあ、僕に行ってもいいですけど、何も。2番のプレイヤーが発言します。1番さんは9番さんに、まあ、91って乱世をされたからか。別にそれを言うこと聞く必要はないんじゃない？どうだろうな。自分8番さん、9番さんかなっていうふうにさっき言いたかったんだけど、最初。8番さんが、なんだっけ、後半にいるんじゃないっていうふうに言ったときに、9番さんは、1、2、3、4に3人がいるのっていうふうに言ったところで、語りかけた、その感じが、よくわかんなかったから、8番さんと9番さんにすごいなんかラインがありそうだなっていうふうに思っていたから、じゃあ91で乱世するんだったら自分は9番さんに行くんだけど、9番さんさっきの発言聞いても、ちょっと不思議だったかなっていうふうに思ってるかな。8番さんどうなんだろうね。いやもう7番さんは白で置いてるよ。ダメだもん。無理だ。7番さんを黒くなんて入れないわ。すり寄ってるわけでも何でもないよ、普通に。あと3番さんも結構白いんじゃないかなって思ってるから、8、9、1なんじゃない、じゃじゃ。だけど、でも1番さんは、他に怪しいとこはないの？9番さん以外に触れるとこはなかったのかな？どうでしょうね。合ってっかな、大丈夫かな。まあ、自分8、9だと思いますけどね。9番さんに行くね。はい。3番のプレイヤーが発言します。まあ、2周目聞いて、ちょっと外れてるかなと思ったのは、9番がもし人外だったら、霊能を乗っ取ることができるかなと思う点なんだよね。
釣りをされてるわけだからね。霊能で出ればワンチャンかき混ぜることができるから、人外要素ではそこはないかなと思った。で、8番が9に行きたがってないんだよね。7番さんって9番、俺と一緒に釣りをしたけど、9番が、まあ、でも9番って、この二郎潜伏してる中で、一人しか狼探してなかったから、9番でいいかなと思ってはいるんだけどね。9番の視点って二人の人狼がいる視点ではないから、やっぱり、単純に釣りをされても、霊能とかで出ることができなかった狼っていうのもあると思うから、9番の色を見たいかなっていうふうに思ってます。そうだな。まあまあまあ。まあ、9番は霊能でもないしね。9番釣りますか。狼っぽいなと思ったのはね、黒いのに役で出ない人はもう無理だよ。もう釣る気もね、申し訳ない。だけど9番釣っちゃう。こんな釣り位置に上げられて何もしない人ってもうダメだ。釣らないと占いたくもない位置だろうから。上げてもいいんだから何かしなきゃ。5番さんが9行こう釣ってるし。4番のプレイヤーが発言します。まあ好きなところでいいんじゃないですか。どれです、はい。全プレイヤーの発言が終了しました。これから投票に移ります。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは9番、9番の遺言を発表してください。乱指定されたから、なんか1番さんに言った隠し色の人が言ったことは、だからその何 ?1 じゃあちょっと当ててみよっかな。456さておきの。もう諦めでいいよ。狂人もいて、二人狼でしょ。要は9番自身が白くなれないのであれば。とね、じゃあね、7が例の。なので早く自爆しよう。なんだそれ。なんで自爆しよう。間違えてんじゃん。やっぱり。夜が更けました。人狼に人狼やる必要ないでしょ。もうやる必要ある、これ以上ないでしょ。終わればいいよ。次の試合以上。狼釣られて粘るラストウルフやりたくねえわ。どれだけ労力使うんだって話だから。昨夜は1名の方が亡くなりました。私頑張ったのに。4番ゲーム終了。村人陣営の勝利。ごめんなさい。ちょっと森田は判断しましたね。4番さん強人じゃないんだ。勝てないと判断しましたね。